ハーミド・カルザイは、アフガニスタンの政治家、アフガニスタン・イスラム共和国大統領、カンダハール州、カルツ出身のバシュトゥン人、アフガニスタン暫定行政機構議長、アフガニスタン・イスラム移行政権大統領を歴任した。1970年代末に、パキスタンに移り、ムジャーヒディーンと接触し始めた。この頃、兄を頼って、一時渡米している。なお、 アフガニスタン領内で直接戦闘に参加したことはない。1982年、シブワトゥラーム・ムジャッティデーが率いるアフガニスタン級国民族戦線に加わり、その報道官となった。1987年、戦線の政治部長。1992年のブルハーヌッティン・ラッパーニー、政権で外務次官に就任。1994年、 ラッパーにー政権から離脱。ターリバーン政権で誕生当初は同じパシュトゥーン。人生力として支持し、1996年、ターリバーンの中国連代表に任命された。しかし、次第に、ターリバーンにパキスタンやアラブ諸国の影響力が強まったため、ハンターリバーンに転じた。父親が、ターリバーンに殺害されている。2001年9月11日の、 アメリカ同時多発テロ事件以降、アフガニスタンにおけるアメリカ合衆国の協力者として、実行犯をかくまうタリバーン政権の打倒に活躍した。12月22日にアフガニスタン暫定行政機構の議長に就任し、2002年6月19日にはアフガニスタンイスラム以降政権の大統領に就任。2003年2月には来日し、 小泉純一郎首相らと会談を行ったほか、日本外国特派員協会で記者会見を行った。2004年10月の直接選挙へ出馬して当選し、同年12月7日に正式な大統領に就任した。就任式には、アフガニスタン最後の国王で、カルザイから国府の称号が与えられたザーヒルシャーが立ち会った。2009年11月再選され政権は二期目になり、 カルザイは、汚職の撲滅を訴えた。大統領就任式に臨むカルザイ、隣はザヒルシャー元国王2011年8月11日、憲法規定に伴い、2014年に行われる時期、大統領選に出馬しない意向を表明した。カルザイと、アメリカ陸軍特殊部隊軍アメリカの大手石油会社、ユノカルで、取締役をしていたことがあるとの報道がある。 その会社は、カルザイ世の中で、アフガニスタンにインド洋とカスピ海の油田を結ぶパイプラインの建設を行っていた。新米派ではあるものの、中国とロシアの主導する上海協力機構にも参加していた。ジョージ・ W ・ブッシュ、ローラ・ブッシュと共に、ハーミド・カルザイは、1957年12月24日、ウルーズ・ワーン州に生まれた。アフガン国内多数派である、 パシュトゥーン人の二大部族連合のうち、南部を基盤とする、ドゥッダーニー部族連合、ポーパルザイ部族の名門、カルザイ氏族の出身。カルザイ氏族は、18世紀にドゥッダーニー朝の創始者、アフマドシャー・ドゥッダーニーを大いに衰退した氏族の一つで、全ポーパルザイ部族の指導氏族と考えられている。弟のアフマド・ワリー・カルザイは、カンダ・ハール州の衆議会議長を務める。 政治家で、同州の商業、政治上の取引を支配している実力者とされていたが、2011年7月12日に、自宅で警護官によって殺害された。アフマドワリーについては、CIA の協力者として同局から報給を得て、いたとする報道があるほか、米国寄りの政策を行う見返りに、国内の麻薬市場を牛耳っているという疑惑もあり、田中隆作からは、 アフガンを暗黒大陸たらしめている麻薬の密売を、と批判されていた。父のアブドゥルアハドカルザイは、ポーパルザイ部族長、大議員、ザーアヒル、シャー国王の側近であり、憲法の起草にも参加した。1999年7月、ターリバーンにより暗殺。実刑のマフムルドカルザイは、実業家で、米国在住。おじのハーン・モハマドカルザイは、 現在、ポーパル財部族長を務めている。いとこのハビーブラー・カルザイは、王政時代、外交官を務め、現在、クエッタのアフガン人移民の指導者の一人、2004年、移行政権期のカルザイ帰還。妻ズイーナトとの間には長らく子供がいなかったが、2007年1月に、息子が誕生した。 イギリスの聖マイケル、清浄寺勲章を授与されているが、外国人であるため、サーと呼ばれない。リミテッド、アライドニュースペーパース、フォーマーアフガンキングムーブスイントゥヒズオールドパレス。タイムズオブマルタ、二千十九年四月二十九日、閲覧。ザレートキングワズオールウェイズフォンドレーラフォード、ツーバイオールアフギャンズ、カッティングアクロス、エスニックバウンダリーズ、アズババイイミレットオア。 Father of the Nation.A position given to him in the country's constitution.Promalgated in January 2004.About two years after the collapse of Taliban rule.The title of the Father of the Nation.Deserves with his desk.Last King of Afghanistan dies at 92. オリジナルの2007年9月30日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 7 0 9 3 0 2 1 0 7 3 2 h t t p w w w z e n e w s c o m a r t i c l e s a s p a d 3 8 4 5 2 5 a r c h s e c o a r c h s s e c コールプラシャー アイリン・アール・バルド・ウォーフ、スコット・アンド・グラデット、エドワード・アフガン・パワー・ブロカーズ。クリスチャン・サイエンス・モニター。h t t p w w w c s m o n i t o r c o m 2 0 0 2 0 6 1 0 p 0 1 s 0 3 w o s e h t m l 2 0 0 9年3月14日閲覧。 カルザイ大統領の弟、暗殺される、アフガニスタンアフプブニュース、2011年7月13日掲載、ブラザーオブアフガンリーダーセット 2BE ペ a i d b CIA、日韓現代2009年10月15日号の田中、安尾、日本改め国ハットリポーツリンクカース水、S ブラザー2アフガニスタンヘロイン、トレード、ハットハミットカースイビカムズファーザーアット49。 ありがとうございます。